来た友よ。早速だが、その方の価値がいかなるものか品定めさせてもらうとしよう。乙女を品定めなど、なんて下品な将軍だ。頼もしいな、あの。では、あの者の心を見定めてもらいたい。乙女の時の声、お任せください、ユキテル様。ん？この人に勝てたら、僕も一人前の武将ですよね、トヨタ。アシカが一門の力。比類なき信念を持つ。面白い。もう少しで我らの肉だってなんて焦っちゃダメ。じっくりとせめて。私のような一兵卒ですら金を求められる。それがアシカルだ。あなたの目はわらわだけを映している。図星かしら。大声だ。雲の上ならば空が陰ること。おやつさん、この人かなりせっかちっすよ。危なくなったらおやつさんだけでも逃げてくださいよ。僕の推理が正しければこのままだととんでもないことになります。わかった。感謝しよう、鹿の友よ。攻め上がりましょう。脇は俺たちが。お前たち、私について来られるのか。またそのような傍若無人を。ノマネサ様の一番頑張る。姉様に認められるように頑張る。本気で一貴様までこんなところに。あれ上め、ナオトラ様が地頭でなきゃいいわ。とっくに消えてたな。これは見事、類まれなる技の使い手だな、友よ。乙女に負けるは恥か。みな、このナオトラに斬られることを誇りに思え。皆の者、アシカラ様はお喜びである。お前たち、わらわを喜ばせたくないの。これが抵抗か、みな。そんなはずはなかろうよ。あなた、磨きをかけたねなの。どうして一は役に立てないの。やめと。両両
私をここまで追い詰めるとは波の猛者ではないな。私の牙は鋭いぞ。噛み砕かれたければ来るがいい。重い愚足など私には無用だ。柄模様次第では考えなくて。仕掛けをかけて我らが主を信じよう。ほんの一時耐えるまでぞ。過ぎる。ほら頑張るじゃない。長政さん、あなたにしては。何をそしあれようと、私は私の義を出すのみだ。この戦、帝は娯楽のおつもりでも、我らは命がけよ。ナオトラ様、我らなでしこ隊、いつまでもあなた様のお供に。なお一層燃えたぎれ、友よ。その熱風が世をさらなる高みへと吹き上げる。聞こう。ここはみんなに任せておけば問題ないわ。これ以上位置に不安を与えるわけにはいかぬ。ご苦労様。また後でね。さて友よ、その方体育は健やかであるかな。ほら、体のこと。だったらわらわに任せなさい。たっぷり死なさだめし。世への中心、大義であった。あれぞ、他の者を熱く弔ってやってくれ。惑わず臆せず、心も欲するままに行け。世のあった場所はその先だ。負けられん。俺、ナオトラ様の立ち位を持ち上げることもできなかった。将軍の座を降りたことすら道楽に過ぎないのだろう。一歩の羽よ、わしに勇気よ。あの方と比べたら確かに俺たちは情けないよな。音で磨きをかけて。よしてる並みに働いたなら褒美は思いのままよ。この方と相まみえた主君やもしれぬ。高氏公であればこの戦、いや、そう考えるも惜しい。これはあくまで世の戦よ。外で磨きを。おお、名刀三日月宗近がごとく暗境で輝かしき体よ。そうかしら。わらわの方がすごいじゃない。皆友を憎むな。称賛とそして敬意を持って挑むがいい。よい。いい？体で勝負をするの。わらわとあなたのね。思いだ。なでしこ隊、全身が気をかけて。男衆はその場に待機。はっ。あしたないぞ、マリア。もっと乙女のつつましさをわきまえろ。わら。なんだかちょっと納得いかないわね。わらわに消えない傷が残ったらどうなるかしら。あとは任せるわ。わらわちょっと喉が渇いたの。誰か。みんないなくなってしまったな。愚くて苦手な主君と世を恨むがいい。皆で出迎えてやってくれ。ははー。受けてみな。
きをかけて。まだ小手調べといったところだぞ。素晴らしき真偽体の持ち主だな、友よ。まさに時代の勇気。その方こそ天下創生にふさわしい。これが命を閉じという感覚。さあ、勝負はここからだ。試合を続けよう、友よ。私の剣を受けたんだ。朦朧として当然だ。もらってやる。この一撃、乙女の嘆きとする。両両断、乙女に磨きをかけて。願わくは世に変わり、時代を作れ。面白き時代を。おっ、これよりは乙女が強く生きる時代。世の男ども、覚悟しておけ。